はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。本日紹介したい枕商法はこちら、バンダイスピリッツハイメタル R よりハイメタル R シリーズの VF0A フェニックス駆動新機プラス QF2200DB のゴーストが商品化決定ということで、マクロスゼロの、主人公駆動新の機体と、こちらハイメタル R なんで、超合金とかではないですね。プラモっぽい感じなのかな。あんまり持ってないので知らないんですけど、それの、はい、商品が登場いたしますと。来年に、マクロスゼロのボックスですね、ブルーレイボックスが、出るんですけど、それに、合わせてといった感じで多分登場するんじゃないでしょうか。はい、2024年の5月発売予定となってます。で、他のハイメタル R シリーズだとマックス機が9900円税込みだったんで、これと同じか、価格もちょっと今上がってるのでそれよりちょっと高いぐらい、1万円ちょっと越すぐらいになるんじゃないかなと思うんで、よければマクロスゼロファンの方は皆さん手に取ってみてください。という感じで今回は以上とさせていただきます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロ商法の動画でお会いいたしましょう。